お母さん。お母さん。やっと映ってきました。お母さんどうも。お久しぶりです。お久しぶりでございます。ドロームービーの時間が。まあそうでしょうね。やってまいりました。恒例の。恒例の。指令が来ております。待ちわびてたよ。はい、じゃあとりあえず。何でも来い来いも。読んでみてください。オッケー。ドロー4スペシャルミッション日本海爆裂アキイカ調査。日本海側のとあるお店からドロー4超過情報による援護支援の要請が来ている、はい、2017年の新職をもって直ちに日本海側に行き爆裂的なアキイカ調査報告を命ずる。思いっきり暴れて現場を盛り上げてこい。うえぇ、そうですね、今回は特にね、うん、数がどうとか、サイズが ね何キロ取ってこいという話ではなく、うん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 、もう暴れてこいよ。おいいね。もうお母さんのもう、何ですかこれ、もう…何くそやな。いやでもなんかこの、何やっぱりこう日本海側が爆裂的にアキイカが釣れてるってことなんですかね。いやもうそれ釣れてるかどうかはまあ分かりませんけど、お母さんの実力があればもう爆裂するんじゃないかな。なるほどね、それを調べてこいと。はい、ということで、はい、まあ、日本海側とざっくり書いてますけど、うん、今からお母さん、はいはい、あの島根県に行きます。また、今から島根県に参りますんで、はいはい、頑張りましょう。頑張りましょう。思いっきり暴れましょうか。はい、オッケー。お母さんのキャラがもう何ですかね。もうあかんわ。もう行こう。何ですかね、このお母さんが躍動するぐらいのことがなんかすんなり出てこないんでしょうね。ほんまやね。これも釣りする前にさっきラジオ体操した方がええんちゃうかっていうぐらい気持ちいい朝。ええ時に来たわ。せやけど、ありがとうオーナーバリさんや。テンション上がるね。多分一番テンション上がってんちゃうかな、このドローンムービングまで。なんて大暴れしてこい。そうそうそう、あの指令がね、良かったね。そうですね、岡さんが今日あの弾けるところが見れると。そう、ね、その代わり終始モザイクかかってるかもしれんよ。ずーっとモザイクやのに急にテン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 って、あ、終わったんやみたいな。何やったんやろみたいな。怒られます。もう超過情報をバンバン生み出しましょう。任してください。よっしゃ、行きますわ。はい、行きますわ言うて一投目チョンって投げるだけやからね。なんか魚おるわ。いきなり切れた今。今だってコツンってなってプツって切れたもん。頼むわ。マジか。何でしょうね。フグかな。一気に俺のテンションをそぎやがったな。この野郎。リーダー忘れてんちゃうか。誰のせい。なんかさりげなく僕のせいっぽく言ってますけど、僕悪くないですよ。それは完全に僕のせいね。どうしよう、ほんまガチでリーダーないわ。おや、俺お家にあるってことですか。お家にありますね。困ったな。困りました。困った。ちょっと待てよ。リール変えますわ。あ、そっちはついてるか。うん、でもそれもついてるだけしかリーダーないわけでしょ。そうです。これなんですかね、なんかピンチを迎えてないですか。無駄に。必ずあれやね、やっぱ釣り行く前は必ずもう道具チェックせない。ええやんか。よくねえよ。
これなんかこんなんしてるときにスプールコロン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 ポチャーンとか何やろな。何あのバッグの上でやってください。なかなかオカピー大暴れで始まらないですね。大暴れやつだね。いつものまあドラゴン向きらしい感じにはなってますけど、無理にそのピンチ作らなくてもいいんですよ。さあ始まりました、ドロフォームービーないわ。さあ行ったりましょうか。第1投行くよ。どうしても急ぎが掘りたいわ。やめとこ。結構深い。うわ外れそう。すんごい、だって足先にかかってるもん。あ、意外と切れなかったっすね。やんわり。もう全然油断してました今。マジっすか。はい、僕は全然油断してなかったっす。僕なんか風景見てました。最悪、はい、うわー吐きそう。わこれはあれっすわ、去年出したあの大台、ピンクの帯大の3号でございます。幸先いいよ。よいしょ、はいはい。今潮を下げてる感じですかね。潮どっちなんすかね。なんかおっとっと来ましたわ。なんせね看板が少ないからあんま切りせんでって言われたからね。あーめっちゃええとこかかってるわ。あもう超理想的なところにかかっとる。これはもう完全にエギ止めてる時に後ろから抑え込んできたやつっすわ。気持ちいいねー。ポン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 釣れるわこれ。やっぱこんなサイズが多分多いんでしょうね。もうなんか手のひらないようなやつにちょっと小足のああいうやつが多分ねポロポロおるんですよね。まああれぐらいだったら面白いですもんね、釣って。そうだね。うん、多分小さいな。小さいの当たるんですか。うん、すごい触ってくる。もう水の中でどんななってるんでしょうね。多分エギの周りに多分数杯おると思うな、これ。ほら多分こいつらや、これですわ、こいつら、こいつら、こいつらが多分後ろでこれ、ほら。これがだからつまんで怖いから襲うの。だからこうピュッてつまんでピュッてやってピュッてってっていうのを多分繰り返してるから変な違和感がずっとあるんですよ。でもこのサイズがエギより小さい、このサイズが乗ってくるっていうのはエギがちゃんと水中で安定してるからだ。これはちゃんとあのエギを安定して扱えてるっていう証拠なんで。やっぱ今年はでも多いっぽいもんね、イカね。あ、そうなんですか。うん、なんか多い。
すごい取り合いしてる、やばい。あ、強い強い。ほらほら、こいつらね、結構ね、深いレンジでしか反応しないんですよね。上上げたらついてこないんですよ。来た、うわうわ、でこれ落としたら反応するんです。ほら、いった。はい、いやうわー、こいつ炭溜まってるわ、怖い怖い、怒ってやるね、あえて競争し合うとね、一気にスイッチ入んねんね。だ、今のカメラ映そうと思って無理やり上げてきましたけど、はい、あれボトム戻ったら普通に多分拾いに行ってますからね。あ、本当ですか。ほら、旋回して見てます。いや、触った、ちょっとビビってる。早いね、やっぱりイカってすっごいおるわ、イカ山ほど釣れるわ。本気で釣りに行くわ。あの、本気出していいんですよ今回はあの、大暴れして大丈夫なんで。そうやね、これね、でも何歩かこう3キロになってから相手してもらおうかなと思って。なんかね、反応するのがね、ちょっとやや深いところで反応するのね。上まで上がってきてくれないよね。じゃあ本来だとお母さんはこういう場面だと 3.5 号とか重いエギを選択するっていうことですか。そうですね。なんかまあとりあえず急ぎ輪についてるやつパッパッパって釣って、ほんで深い側を釣るときは 3.5 とか 3.5D をチョイスしてやっていくっすかね。なんせこう手返しよくやっていけへんかったらもうもったいないから、なんか表の方が良さそう。なんか中ちょっとちっちゃいっす。次はオレンジのタイダイエ。これね、エギのローテーションって意外とね、やったらやった分だけ釣れるからね。今振って軽くなったけど思ってたサイズじゃない。もうちょい大きいやつが釣れる予定やったのにな、今。なんかね、潮がね、巻いてるっすね、ここ。ほんで、ちょっとなんか来そうな感じがムンムンやったけど、ちょっともうちょいサイズマシかなと思ったけど、このサイズやったっすね。これで今、こないして行ってるんで、この先端かすめて、多分この裏とか多分おると思うんで、そっちのでかいのがおりそう。目のとこ大きいイカいないですか。いないですね。ちょっとあの、岡さん、岡ピーさんの大暴れ感がちょっとまだ足りないですね。ほんますか。もう暴れてるでしょ、十分この感じやったら、こんな汗かいてやってんのも一回こっちの奥行ってみますわ。こっち塩はあるけど、全部当ててきてんねん。あ、なるほど。これ今ね、塩入っていってるからね、できたら奥から釣っていきたいね。塩がどんどん中、あの、炭がどんどん中入っていってまうから。でももう、歩くのがもう、やっぱり沈めな食わんね、これ。難儀なやっちゃなー。まあ、新婚の時期といえども、ね、ただ闇雲にね、投げてやってたら爆笑するっていうわけじゃないっていうところが、うん、まあ言うと面白いところではありますかね。うん、そうやね。でまあ、正直な話は、まあ、足でこう稼いでいけば釣れるのは釣れるんですよ。ああ、なるほど。2つ3つとかそれぐらいは。
秋はあんまりでも粘らない方がいいですよ。パン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 と移動してやっていった方がどう考えても効率いいんで。まああと釣っていき方もあるんで、その潮の下から釣っていくのか上から釣っていくのかとか、あといきなりボーンって沖へ投げずに手前から釣っていくとか、ネギも 3.5 でボーンって投げてしまったら、例えば一つの下りの中におる3つおったとしたら3つともがそのエギに気づいてしまうんで、 3.5 とかやったら。だからとりあえず 2.5 とか3とか小さいので一つずつに気づかせて釣っていくとか、まあ、そんなんで数の伸ばし方はできるんで、そうやってやっていきゃ今までこう2杯とかしか釣れへんかったところで5杯10杯で釣れるようになってくるんで、ちょっとガンガン動こうかな。なんか急にやる気出ましたね。動かなあかんす絶対。しかもこの場所は絶対動かなあかん。はい、粘るんやったらここかね。ああなるほど、うん、あの角とかは、ね、粘る価値がある。そうそう、先端とかああいうところは潮がかすめてよれたりするんで。初 2.5 寸出しますわ。朝釣っとったサイズぐらいやから別に 2.5 号じゃなかったも乗るはずやねんけど、ゆっくり落ちるのが逆にどうなんか、嫌う時もあるからね。ポールだけで乗ったね。今色止まったもん、何もしてないよ。いっちゃんちっちゃいんちゃいますこれ。さすが 2.5、 もう最初のポールで乗ってみた、何もしゃくってもない。糸がピコンと止まりました。あ、かかってもたかなこれ。きた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 、また抱いた。あ、こいつかかったな多分これ。このもう隅を見ると一気に皆さんのテンションがもう取りつつまだ釣れるっていうね。ちょいマシかな。ちょいサイズアップっすね。ほんでもよう釣れるわやっぱり。田んぼでも釣れる。ね、今糸がプンって動いたもんね。やっぱ、はい、若干テンションかけるよりもフリーフォールの方がいいみたいね。と言ってもサイズはこんなんやけどね。この人色なんやったっけな。なんかピンクの、うん、ピンクの杉のオーロラかなんかやったような気がしますね。フリーフォールっていうか、僕結構もうここ2年ぐらい糸張らん釣りやるんですよ。それがやったら釣れるね。しゃくる時もできるだけこう移動させへんように横へ飛ばすようにしゃくって、でラインを張るとその後こう手前へ寄ってきてしまうんで、ラインを張らずで、僕は勝手にハーフテンションフォールって言ってるんですけど、あのテンション張らんかったらそのままそこへこうなるべくそこへ落ちていくんで、移動せずに、その方がなんか日中は釣れる。だから 糸の動き見て合わすみたいな。今吹けたの分かりました。今しゃくった直後にも糸がスッと力入っていかなかったのに、あほらこいつや。そら無理や、乗らんわ、こんな小さいやつやもん。でもこれが触っても
あの分かるからね、糸の変化で。これほんま釣っても釣っても全部同じサイズやわ。もうちょっとね、でももうちょっと大きいのが、せめて500ぐらい、あわよくば800。でももうちょっと季節が進むとね、大きいサイズが増えてくるとね。こんだけおったらね、ですね。まあでもちょっと一発欲しいですね。そうですね、潮が動くのをひたすら一番前で待たなあかんですね。あー、なるほど、うん、もうこうなったらもう裸なって大暴れしたのか。大丈夫ですよ、あのモザイクちゃんと入れますんで。もうこの今回のこのミッションがもうボツになるようにもう。いやでもなんかそんなんしても結局流されんやろな。本当あの潮が動き出すいいタイミングまでに特選屋さん来ちゃうかもしれませんね、うん。特選屋さん来てはりますね。あー来たよ。うーん、これ当たり。まあでもまあまあ